どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのガズレレリュックサックの中から、新発売になったガズレレリュックサックの中から取り出したこのガズのわがままウクレレ、この小さいウクレレを使っていろいろな曲に挑戦してみましょう。ちょっと宣伝じみてますけど、この、ガズレレのリュックサック、オリジナルリュックサック、販売開始になりました。来週から随時発送です。皆さん、これゲットしてください。これいいね。はい、これリンク貼っておきます。はい、今日もね、いろんな曲ウクレレで挑戦していきましょうということなんですけど、今日のテーマソングこちらです。ドン、ウイスキーがお好きでしょ。あの CM でおなじみの、あの大人なダンディーな、なんというか憧れちゃう世界観ですよ。なんかこうね、あのおしゃれな感じな、あの曲をこのウクレレでやっちゃいます。いつものようにそういう2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョンやって、後半はなるべくこうダンディーに、ちょっと大人なあのムードが出せるようにしたかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、頭の中いつも流れてる曲、 CM ソングもね、こうそうですけれどもね、大好きな曲をね、自分で CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に歌う弾き語り、これがね、もう本当にね、最高にね、楽しくて気持ちがいいんですよ。ぜひ皆さん始めていただきたいなと思ってこの活動してるんですけど、楽器はちょっと難しそうだ、私ね不器用だから無理なんですとか、いいが憧れちゃうけどとか、そういう話をよく聞くんですけど、安心してください。ウクレレがありました。ウクレレはですね、もう他のどの楽器より簡単です。もうはっきり言っちゃいます。簡単。弦も4本しかないし、ちっちゃくてね、いつも持ち運びできるんですけど、簡単なんですけど、始めたらわかる奥がね、もうすごく深いんですよ。だからもう、もうちょっとっていう、言ってるうちにもうハマっちゃってね、夢中になれて、もう楽しくなって、どんどん自分の音楽が楽しくなって。はい、最高でございます。今ご覧になっていただいているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先のウクレレ初心者リストはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画を見ながらウクレレ触っているだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになってしまいます。気持ちよく歌を歌えるようになります。YouTube ですので、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホとかタブレットとかね、お家によってはテレビに映しながらもこうウクレレレッスンができて、しかも無料でございます。ぜひ皆さん始めてください。もうちょっと深めたいなと思った方、競争奥本、 YouTube にリンクしている競争奥本もね、もうベストセラー作家としていっぱい出てますんで、さらに深めることも可能でございます。じゃあリンクあります。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック。言ってらっしゃい。そこには今までガズが取れためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1100曲以上ウクレレ超簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。1100曲ですよ。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアソング、アニメソング、映画の曲、 CM ソングなどなど、1100曲あるんですからね、もうどんどん音楽聴くのから音楽をやる方に変えましょう。さっきのリンク先のところに行くと、歌手検索、曲名検索、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、お気に入りの曲どんどん弾いていきましょう。さあ、それでは早速やってみましょう。ウイスキーがお好きでしょう。これ石川さゆりさん、竹内まりやさんなんかも歌っておられるということで、もうほんとびっくりですけど、シンプル簡単バージョンやってみます。ウイスキーがお好きでしょう、もう少し喋りましょう、ありふれた話でしょう、それでいいの、今は気まぐれな占いが
情ありふれた話でしょ。それでいいよ今は。せーの、ちゃかちゃん。ウイスキーがお好きでしょ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやっていました。ああ、いいですね。ダンディ。もうバーで歌えて、バーででもウクレレってどうなのか。まあ、とにかくこのね、気持ちよく歌える曲だと思います。これ一応フルコーラスバージョンでやってるんです。途中の感想のところではですね、口でなんかこう、ラッパを表現したりして、ね、ちょっと遊び心も入れてみたんですけど、これはね、いいですよね、なかなか。で、今のシンプル簡単バージョンですんで、後半のかっこいいバージョンとちょっとコード変わりますけど、今のやってみました。で、テロップと一緒に合わせられた方も、やっぱり自分でノートに書き出して、そのノート見ながら自分だけで歌ってみるのをおすすめしたいと思います。その時の参考になるように私のノートを写すんですけれども、これちょっと見てもらいたいのはイントロって書いてある。今ね、シンプル簡単バージョンはイントロちょっとね、ショートカットしました。後半のかっこいいバージョンではこれをやりますということでございます。で、これ乱れないコードがちょっと出てくるんですけど、この曲はですね、この、今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段をやったんですけど、シンプル簡単バージョンは上の段し、かっこいいバージョンはつまり下の段でしょ？そしてね、この C のところはね、全部 C メジャー7というこのコードを使います。これ後で解説しますけど、ちょっとその辺のことを覚えておき、置いていただいて、このちょっとね、難しいコードも出てくるんですけど、下の段のコードはかっこいいバージョンですよ。はい。こうやって、一時停止してちょっと書き出してください。ちょっと分かりづらいなという方は動画のテロップを書いてもらっても同じことになっておりますということでございます。はい。いいですかね。で、ここ、ではね、つまり2パターンしかないんで、サビと、まあ、A メロというところと、まあ、間奏のところはほぼ A メロと一緒のコードなんで、こう、コードというか曲の構成としてはシンプルなんですけど、やっぱこの曲みたいなのは、これどれだけこのムードをね、こう、醸し出せるかっつうか、そういうところですから、またこう、やりがいがあるという感じがするんですけれども。はい。これ伸ばすとか、この書いてありますね。ここはサビと同じコード進行。最後は同じ、最初のサビと同じなんですけど。で、ガズレレオリジナルアレンジとしては最後もう一回、それでいいの今を付け加えたという感じになっています。じゃあ、出てくるコード解説しましょう。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンなんで、今出てきたやつはまずこれね。CAmAd7D7G7E7 ということで、この7個のコードを使って今やってました。これはですね、7個もあるように思うかもしれませんけど、これは入門コードなんですよ、これ。これは、ドン、こちら。ガズレレ必須コードの仲間のグループの今日コードです。ちょっとわかりづらいかな。ガズレレ必須コードつのは一体何かというと、ウクレレで音楽をやろうと思っている皆様に、まず一番最初に覚えてほしいコードのグループの名前です。コードっていうのは、こういう音の要素がいろいろあるんですけど、これね、ほんと星の数ほどあるんですよ。とてもじゃないけど、ちょっと全部覚えるのはね、もう無理だなっていうことなんですけど、ウクレレにとって、ものすごい便利でね、助けてくれる、もうほんと仲良し恋しの力強いパートナーみたいなコードのグループがあるんですよ。それをガズレレ必須コードと名付けておりまして、グループですから、いくつかあります。その数10個。10個もあるのかと思うかもしれませんが、1個ずつ見るともう、これも1個だし、これも1個。もうね、指一本で押さえられるコードもいっぱいある。それ1個ずつ見たら簡単だけど10個あるんですよね。10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいりますよ。そこで私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画、ここに貼っておきます。この動画でガズレレ必須コード、楽しくどんどん覚えて、どんどん歌っちゃいましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルでやってる1100曲、ほぼこのガズレレ必須コードが中心になってて、8割9割このコードのグループを覚えてるとできるようになりますんで、時間がある時にぜひマスターしておいてください。さあ、ここから。さらに深めてダンディーな、バーカウンターでこう、ウイスキーをこう、たしなむ。そんなイメージになるように、したかっこいいバージョン、やっていきましょう。コードね。コード、おしゃれコードなんですよ。で、さっきも言ったんですけど、今日キーポイントになるのはこのね、このね、このコード。C メジャー7。大文字の M はメジャーということでガズレレではしてます。ちなみに A マイナーの M はこれ、小文字でしょ？小文字はマイナー。大文字はメジャーってことにしてまして、C メジャー7。これ簡単なんですよ、実は。なんで、シンプル簡単バージョンできた人もこれやってください。C って普通ここでしょ？ここです。これが C メジャー7。あ、おしゃれ。あ、なんだこれおしゃれな感じという感じで、やっぱりこれね、ウイスキーがお好きでしょうは、このコードは欠かせないです。はい。それでもう一個。これは簡単ですから、さっき C で弾いたとこ全部これ置き換えですよ。そして、これがちょっと難しいコード。これをね、ちょっと入れたいなと思ってちょっと難しいんですけど、Bm75 というふうに読むんですが、これよく見て、これね面白いんですよ。うわ、なんだこれやと思うんだけども、
ちょっと見てもらうと面白いのこうやって隠すとこれ Dm なんですよ。こっちを隠すと G7 です。つまり G7 と Dm を Dm と G7 一緒に押さえてるっていうイメージで考えると、あ、なるほどと思うと思います。二つの押さえ方があると思います。まず一つはね、Dm を基本に押さえるって考えると、Dm って覚えてますか？こことここ Dm。小指見て、ここの1弦の2フレット足して、あー、このおしゃれな響き。こういう風に押さえるのが1個のパターンですね。Dm に1個足したっていう風に考えるパターンと、あともう1個の考え方は、G7 というコード。これも入門コード、こことこことこの3つ、この三角形。ここに、ここを足したいわけじゃん。あれ？どうしようと思うときに登場するのが、にょーん、こいつです。これでギュッてやる。はい。これでもいいですよ。親指にょん。はい。まあ、定番の押さえ方としては、Dm を押さえて小指で1弦の2フレット。ちょっとなんかこう、アバンギャルドな押さえ方だと、G7 押さえて親指でこの2フレット。はい。どちらでもお好みの方でいいと思うんですけど、まあ、ガスはそうだ、こっちかな、握っちゃおうかなと思うんですけど、まあ、これはお好みで、ただしね、ちょっと押さえづらいんで、狭いっていうかね、はい、そこら辺なんです。この Bm7-5 が入ってくると、サビが急にこう、おしゃれでダンディーなムードの Cmaj7 とね、Bm7-5。このね、イエーイ、コード感が。すごいかっこいいんで、ぜひ皆さん挑戦してください。で、この曲は今聴いてもらうとシンプル簡単バージョンみたいにゆっくり4つ弾いても十分ね、その色気というかそういうの出せると思うんですけど、さらに深めましょう。後半のかっこいいバージョンでこの弾き方、ドン！3連のアルペジオ。こんな感じです。おしゃれ。これをじゃあ、Am でちょっとほど押さえてやると、こういうアルペジオです。てん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 。これ、1、2、3、1、2、3。だから3連のアルペジオということになっております。これはね、ちょっとね、この、3連のアルペジオの弾き方、以前動画で説明してます。ここにリンク貼ってます。このリンク先は、ウクレレできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中から3連のアルペジオという動画を探してもらって、動画を見ながらちょっとやってみてください。一応簡単に言っとくとですね、ここにも書いたんですけど、1弦と4弦を同時に弾いて、3弦、2弦、1弦、2弦、3弦弾くと。また1弦と4弦同時に弾いて、3、2、1、2、3で弾くということで、あ、テロップにも書いていくんですけど、まあじゃあさっきみたいに Am を押さえて、右手見てくださいね。1弦と4弦同時に弾く。ドーン。次。3弦だけ。2弦、1弦、2、3弦。要は、1、4弾いたら、3、2、1、2、3。これを繰り返す。1、4、3、2、1、2、3。1、4、3、2、1、2、3。これをサビのコードでやると Dm から。こんな感じです。これは基本になってます。これで全編やろうと思うんですけど、これかっこいいバージョンをさらにそこで溜めたりね、こう大人の心の駆け引きをなんかこうタイミングでもこう表現しちゃおうかななんて思ってやっております。やっております。やろうと思っております。で、コードが Cメジャー7とその Bm7-5 がそれとまた相まって、よりね、こう深い深夜の世界に行くんじゃないかなっていう感じがしちゃいますね。で、サビの中でちょっとかっこいいワンフレーズ入れたいと思います。ちょっとここ見てもらいたいんですけど、ウイスキーがお好きでしょ。ここ、Cメジャー7から Am のところに、ここ、タータッターって書いてある。ここちょっとキメなんですよね。ちょっとテロップを見ながら、ちょっとやってみましょうか。ウイスキーがお好きでしょ。わかった。となってもう一回ウイスキーがお好きでしょ、もう少しってなります。テンデテンテンデテンの後なんですけど、このアルペジオもちょっと絡める感じ、テンデテン、もう少し、こんな感じ。もう一回ウイスキーがお好きでしょ、こんな感じです。チャンチャッチャン、ドゥンダ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 ン。チャンチャッチャン、ドゥンダンダンダン。こんな感じですかね。これはね、ここちょっとこう引っ掛けると、さらにまたかっこよくなるんで、ちょっと気にしてみてください。で、もちろん難しかったら、普通の3連のアルペジオでも十分だと思います。はい。ここちょっとキーポイントになりそうだということでございます。これね、いや、なんかやったらテンション上がるんですよね。はい。これはですね、だから本当、そのイメージを、持ちながらやるのが、演奏するのが、
まだいいんじゃないかなと思います。ウイスキー飲みながらなんかやったらもう酔っ払っちゃいますね。あ、これ CM ソングなんで別にお酒飲まない方ももう十分この曲聞いたことあると思いますね。またいろんな世代というかね、いろんな人たちとこれ楽しめる曲かなと思います。はい、それでやってみましょう。ウイスキーがお好きでしょ、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、ゴー。お好きでしょ、ガズレリューカー、こういうバージョンでやってみました。なんか何回かやってるうちになんかそういうムードになるっていうか、ちょっと酔っ払ってんのかな俺みたいな感じになると思うんですよね。あのイントロとか感想の口でやるラッパ、あれがかっこよくないですか。なんかこう本当なんかこうなんかそんなイメージ、やっぱりこう妄想がねこう音に現れる、こういうのも大事だと思います。やっぱり音楽ってのはね、もう本当いろんな楽しみ方があってね、もう楽しいですよね。皆さんもどんどんイメージ膨らませて、これ曲楽しい、これ盛り上がると思いますよ。ぜひ皆さん、大いにやっていきましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレニュース。さっきも言ったんですけど、このガズレレの、ね、このリュックサック、これがね、とうとう販売開始になったというお知らせと、この使ってるガズのわがままウクレレ、こちらも現在絶賛予約注文受付中。これ、結構予約注文いただいてまして、もう本当に皆さんお待たせして、皆さんありがとうございます。まだ大丈夫です。リンク、ウクレレに関するリンクここに貼っておきます。で、さっきのリュックとか、コードがここにあるレシピ、ガズレシピ、これガズのアプリです。ガズレレのアプリ、これ皆さんゲットしてくださいね。あとはこれキャップだとか T シャツだとかこのストラップだとか水引きとかいろんなグッズがあります、ガズレレには。はい、そんなことリュックとかの情報全部このガズレレ .com ここに書いてありますからね。ガズレレ .com のリンクもここに貼っておきます。よろしくお願いします。はい、リットミュージックから出てるこの2冊の本、皆さんこれをもうご活用していただいて、もうワイワイ楽しんでいる方がもう本当にもう増大中でございまして、この2冊だけでもそろそろ5万部に届くという大ヒットなんですけど、この本のいいのはですね、簡単楽しい楽、この3点セットです。音楽は音を楽しむと書いて音楽、どんどん大いに楽しんでいきましょう。こんな時だからこそ僕たちには音楽がある。楽しく歌って免疫力アップして周りの人にも笑顔を届ける、こういうのがいいと思います。楽しく音楽やろう。ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。